世界史を学ぼうとすると、どこまで行っても民族という概念からは離れられない。紀元前4000年の昔から21世紀になった現在でも、民族の違いによる紛争は続いている。続いているね。それでいて誰も民族とは何かを明確に説明することはできない。前回の動画でも触れた通り、一応の基準として、民族分けには3つの要素がある。詳しくは、オリエント史入門を見てね。その中でも結局大きいのは、言語である。古代から現在まで、基本的に民族は言語によって区分けされた人の集団だということができるだろう。言葉の問題は大きいね。古代のオリエントにおいては、無数の民族が数千年にわたって攻防を繰り返した。歴史はその民族たちを言語によって分け、それぞれを区別しようとしたのだ。セム語系とかインドヨーロッパ語系とかそんな感じかい？分け方は山のようにあって、しかもその分類でまた揉める。例えばペルシア語も英語も大きく分ければインドヨーロッパ語だが、当然二つの言語内容は大きく異なる。果たして現在のような言語系統分けが、どこまで正しいのかもわからない。イギリス人とペルシア人が同じ系統の民族だと言われてもね。そしてそのような大きな分け方をしてもなお、シュメール語はどの言語とも似ていない言語系統不明言語だとされている。セム語系ともインドヨーロッパ語系とも違うのかい？全然違うらしい。あえて似ている言語を探すとなると、同じく言語系統不明の日本語になるのだそうだ。日本語も言語系統不明なんだ。両言語は共に SOV 型の順序を取る言語で、漢詩が存在せず、共に膠着語という特徴が見られる。膠着語とは何かね？単語に接頭辞や接尾辞のような形態素を持った言語だそうだ。なるほど、わからん。よく言われるのが、テニオ派だな。我々日本人が外国人の話し方を真似る際、こんな感じの話し方になる。私あなた見た。テニオ派がない文章を作るね。日本語が英語や中国語と決定的に違うのが、膠着語の部分だと言える。テニオ派、以外にも、日本の五段活用、みたいな活用の仕方も膠着語的な要素なのだそうだ。英語なんかだと五段活用しないもんね。膠着語の特徴を持つのは、日本語とシュメール語以外だと、トルコ語、フィンランド語、モンゴル語、ハンガリー語などだそうだ。全部モンゴル高原出身と言われる民族の言葉だね。後にモンゴル帝国がメソポタミアを支配したことを考えれば、シュメール人がモンゴル高原発祥の民族であってもおかしくはないだろうね。モンゴル高原から中央アジアを通ってメソポタミアにやってきたわけか。DNA の解析技術などが上がれば、そのあたりも詳しくわかるようになるかもな。ロマンだね。ロマンだな。ただ、モンゴル民族やトルコ民族、マジャール人と違い、シュメール人は遊牧民族ではなく農耕民族だった。シュメール人は紀元前4000年頃に、メソポタミアに移動してきたと考えられている。今から6000年も前の話か。その頃メソポタミアでは、すでにウバイド文化と言われる農業文化が栄えていたという。この文明はかなり高度だったようで、すでに灌漑農業を取り入れ、銅器、そして車輪も利用していたという。車輪ってそんなに昔から存在していたんだね。多分とんでもない天才がいたんだろうな。古代メソポタミアには車輪があったのに、アメリカ大陸においてはコロンブスが来た時にはまだ車輪がなかったようだよ。数千年も時代が違うのにね。紀元前4000年から紀元前3000年にかけて、シュメール人はメソポタミアの覇権を確立していった。随分ゆっくりと支配権を確立していったんだね。この時代のことはよくわかっていないが、ウバイド文明は紀元前3800年頃を境に突如その痕跡が消えてしまったようで、それに伴いシュメール人勢力がメソポタミアで台頭してきたようだ。シュメール人がウバイド文明を駆逐したのかな？紀元前3800年頃には砂漠の広がりや湖水面の低下が見られたようで、自然現象説が現在では有力みたいだな。シュメール人はウバイド文明から多くを引き継いだようだが、両文明には決定的な違いがあった。決定的な違いとな。
ウバイド文明で何が起こったのかは全くと言っていいほどわかっていない。それは文字がなかったからだ。文字がなければその文明の歴史はわからないねー。だがシュメール人は独自の文字を持っていた。いつからシュメール人が文字を使っていたのかは正確には不明だが、紀元前3400年頃にはすでに楔形文字が使われていた形跡が見つかっている。人類最古の文字かい？どこからが文字なのかという問題があるから一概には言えないが、最古の文字の一つだと言ってよいだろう。紀元前7000年期には、ビンチャ文字と呼ばれる一種のシンボルが使われた形跡があるようで、現在でも解読はされず、文字なのか記号なのかも判然としていないようだ。シュメール人の楔形文字は解読できているのかい？かなり解読が進んでいるようだな。それはすごいねー。メソポタミア南部は、古代においては湿地帯で、泥と足ばかりの地だったという。シュメール人は何かにつけて粘土板を作り、足で作ったペンで様々な記録を残している。粘土板は焼かれると保存状態が良くなるため、数千年経った現在でも残っているわけだ。紙よりも長く残るんだねー。メソポタミアに来るまでのシュメール人については一切が不明だが、メソポタミアに移住してからのシュメール人は、多数の痕跡を残したと言える。その中で最も大きいのが、都市の存在であろう。おそらくはシュメール人が最初に、都市国家の概念を作り出したと思われている。ポリスとかそんな感じかい。古代史の常識などすぐに変わるから何とも言えないけど、源流はシュメール人が作り出した都市国家にあると思う。集落、村、町、そして都市。シュメール人の作った都市の中には、万単位の人口を抱えていたものもあったという。古代文明においてそれは巨大だねー。都市がどのように形成されていったのかはわかっていない。はじめは小さな集落や村だったのか、それとも最初から都市が作られたのか。都市の特徴は何といっても城壁である。村や集落にはそういうのはなさそうだねー。我々日本人にも城壁で守られた都市の概念はない。そういえばそうだねー。おそらく他の地域に比べて戦乱が少なかったからだろう。オリエントからオチデントにかけては、都市は城壁で囲まれているのが普通だった。中世ヨーロッパとかそういうイメージがあるねー。おそらくだが、メソポタミアは多数の民族が集まる土地であったため、それらの民族から身を守るために城壁ができたのであろう。とにかく民族の攻防が激しい地域だもんねー。そうなってしまうのは、メソポタミアが豊かな土地であるがゆえだな。前の動画でも触れたが、同じ面積で作物を栽培した場合、中世紀のヨーロッパと古代のメソポタミアでは、数十倍収穫量が違ったそうだ。そりゃあみんなメソポタミアに来たがるよねー。仮に農業を行わない民族でも、農耕民族から略奪するという方法があった。これは中華文明でも見られたことだが、遊牧民族が牙を借り、農耕民族から略奪を行うのはよくあることだった。万里の長城も、人々を苦しめるために建設したのではなく、本来人々を騎馬民族の略奪から守るために建造されたのだ。詳しくは、秦の始皇帝、を見てね。シュメール人が都市を城壁で囲んだのも同じ理由かい？おそらくだけどな。そして都市国家以上に意味があったかもしれないのが、宗教、だ。ほうほう。シュメール人は、ジッグラトと呼ばれる神殿を各地に建造した。このことは後の世に大きな影響を与えたと言える。そうなのかい？ユダヤ教、キリスト教、イスラム教。これらすべてが、シュメール神話の影響を受けていると言ったらどうだい？その影響力はまさに世界史レベルだねー。これら三つの宗教は、アブラハムの宗教、と呼ばれ、すべて、旧約聖書、を聖典としている。イスラム教もそうなんだね。そしてその、旧約聖書、には、シュメール神話の影響が随所に見られるんだ。そうなのかい？一番有名なのが洪水伝説だ。ノアの箱舟、って知っているかい？なんとなく聞いたことがあるねー。旧約聖書にある話でね。ある時唯一神は人類の堕落を嘆いていた。そこで人類の抹殺を目論むことにした。さらりととんでもないことを。しかし全滅させる気はなかったので、
自分を敬うノアだけは生かすことにした。唯一神はノアに箱舟を作るように命じる。ノアは箱舟を作り上げ、そこに妻や子供たち、そして動物の つがいを可能な限り乗せた。唯一神は洪水を起こし、それを40日間続け、地上に生きていたあらゆる生物を絶滅させた。唯一神が恐ろしすぎる。その後も水の勢いは止まらず、150日後にノアの箱舟はアララト山にたどり着いた。これが旧約聖書におけるノアの箱舟の話だ。ただただ恐ろしかった。ちなみにノアの3人の息子はそれぞれセム、ハム、ヤフェトという。セムってもしかして？セム語族のセムはノアの息子の名前から来ている。メソポタミアに存在した民族の多くはセムの子孫であると言われ、セムの息子はそれぞれイラム、アッシュル、アルパクシャド、ルド、アラムといい、エラムはエラム人、アッシュルはアッシリア人、アルパクシャドはカルデア人、ルドはユディア人、アラムはアラム人のそれぞれの祖になったという。どれも前回の動画に出てきた民族だね。ちなみに先ほども出てきた預言者アブラハムもまたセムの子孫であるという。なるほど。でもこれって旧約聖書の話だよね。そうだ。シュメール人と何か関係があるのかい？シュメール神話にも洪水伝説が存在しているんだ。話は神々が人を作ったところから始まる。神々ってことは複数いたんだね。エンキ、イナンナ、パビルザク、ウプ、スド。神々はある時人間を滅ぼすために洪水を起こすことにした。あれ、どっかで聞いたことがある。しかしイナンナは嘆き、エンキは考えた。人があまりにも哀れだと。そこで熱心な神官であるジウスブラに神託を授ける。そやつは人間かい？人間で神官でかつ王だ。神官が王様だったんだね。その部分は非常に重要な点だと言える。この話はいわば神話だが、神話とは現実を反映したものだ。この部分からシュメール人国家は神権政治を行っていたことがわかる。ジウスブラは神託に従って巨大な船を作り、やがて来る洪水に備えた。ちょっと待って、巨大な船？そうだ、巨大な船だ。神託の通り大洪水は7日7晩続くが、ジウスブラは船に乗っていたので助かったのだった。この話って？この神話がいつ誕生したかは不明だ。しかし旧約聖書よりも遥か昔にできた物語であるのは確かだ。これは偉いことじゃ。ああ、宗教界では大論争が起きた。より正確に言えば、この話ではなく、この話よりも後にできたギルガメシュ叙事詩の発見によってだけどね。どういうことだい？ちょっとややこしいので順番に話そう。洪水伝説を時系列に並べると、シュメール神話、ギルガメシュ叙事詩、そして旧約聖書の順番になる。うむ、理解した。しかし人々の認知の順は旧約聖書、ギルガメシュ叙事詩、シュメール神話の順になる。成立年代とも楽なんだね。アブラハムの宗教の信者にとって、旧約聖書の内容は絶対だ。ところが新たに発見されたギルガメシュ叙事詩には、旧約聖書のノアの箱舟とほぼ同じ話が出てくる。ギルガメシュ叙事詩にも洪水伝説が出てくるんだね。ここでギルガメシュ叙事詩についても触れておこう。大きな橋で死闘を繰り広げていそうな名前だね。ギルガメシュ叙事詩とは、読んで字のごとく、オリエント最大の英雄であるギルガメシュの活躍を描いた物語をその内容とする詩だ。そのオリジナルはおそらくシュメール人が考え出したものだと思われている。思われている？オリジナルは存在していないんだよ。粘土版にもかい？ギルガメシュ叙事詩はおそらく口伝で伝わった。そしてシュメール人が滅亡した後も残った。ギルガメシュ叙事詩は古代オリエントを生きた人々の中で大変な人気だったようで、アッカド語、ヒッタイト語、フリル語など、様々な言語でのバージョンが現存している。聖書が各国の言語に翻訳されているようなものか。シュメール人から見ると随分先の話になるが、アッシリアという強大な帝国において、首都に大図書館が出来上がった。図書館といっても紙の本があるわけではなく、粘土板が大量に保管してあったようだな。探すのが大変そうだ。
ヨーロッパ人がギルガメシュ叙事詩を最初に発見したのは19世紀後半のことであった。かつてアッシリアの首都があったニネベを発掘していたら、ギルガメシュ叙事詩を刻んだ粘土板が出てきたのだ。そしてその解読が進むや大論争が起こった。一部の内容が旧約聖書と似ていたからだ。洪水伝説とかかい？ギルガメシュ叙事詩における洪水伝説は、ギルガメシュが不死の男、ウトナピシテムを訪ねた時に出てくるんだ。ギルガメシュは怪物フンババを親友のエンキブと共に倒したんだけど、これが神の怒りを買ってしまい、エンキブは死んでしまうんだ。おエンキブよ死んでしまうとは。それを見たギルガメシュは死が怖くなってしまい、不死の男ウトナピシテムを訪ねたわけだ。ギルガメシュの来訪を受けたウトナピシテムは、かつて自分が体験した洪水伝説について語り出す。その内容はシュメール神話とノアの箱舟の話のちょうど中間のようなもので、こちらでは船は山頂に到着している。つまりシュメール神話、ギルガメシュ叙事詩、そして旧約聖書と順番に洪水伝説が引き継がれていったということだね。しかしアブラハムの宗教の信者の中には、現在でもこれを認めない人間も多数いる。いろいろとデリケートな問題なんだね。シュメール人の宗教は、後の宗教のように統一的なものではなかったと考えられている。シュメール神話には様々な神が出てくるが、それぞれの神はそれぞれの都市を司っていたようだ。古代ギリシアのポリスに似ているねー。アテネなんかは戦いの女神アテナを守護神としていたしな。シュメール文明、といっても、例えば中華帝国のような統一的な帝国があったわけではなく、各都市は独立した国家だったと見られている。文字通り、都市国家、だったんだね。都市の数だけ神がいたようで、例えば先ほど出てきたイナンナなどは、ウルクという都市の守護神だったようだ。近世のヨーロッパでは王権は唯一神から授けられたという王権神授説が流行ったが、シュメール人も王権は神から授かったものという認識が強かったようだ。シュメール人のこのような考えを王権天授説と呼ぶ人もいるな。聞けば聞くほど、シュメール人というのは高度な文明を持っていたということがわかるねー。イナンナの他にもナンナ、ネルガル、エレシキガル、エンキなど、有名な神々がいるな。ファイアーエンブレムとか女神転生とかのゲームでもおなじみだね。ちなみにギリシアとローマの神々が名前は違えど共通の存在があるように、シュメールの神々とアッカドの神々も名前、というか読み方は違えど同一の存在であることが多い。例えばイナンナはイシタル、ウプはシャマシといったような感じだ。両方とも聞いたことがあるねー。数ある都市国家の中でも、特に有力だったのがウル、ウルク、ラガシュの3都市だ。テストによく出てくるやつだー。その中でも特に有力だったのがウルクで、鎖型文字の出現もウルクからだったと考えられており、現在では史上初めて文字記録を行った国家だと考えられている。それはすごい。その建設は紀元前4000年期から始まったと見られており、神官を中心に、高度な官僚機構が整備されていたという。官僚ってこの時代からいたのか。農耕民族の国家と官僚の存在は、切っても切り離せない関係だと言えるな。ウルクから出現する粘土板の、8割以上が会計に関する記録を残したものであるらしい。かなり高度な官僚機構だったんだねー。先ほど出てきたイナンナはウルクの守護神であるし、英雄ギルガメシュはウルクの王であった。ギルガメシュは実在したのかい？現段階ではイエスともノーとも言えないな。シュメール王名表と呼ばれるものがあって、それによればギルガメシュは、紀元前2600年頃のウルク王だったことになる。じゃあギルガメシュは実在したんだ。ただ、シュメール王名表によれば、ギルガメシュは126年間王の座にいたことになるし、他の王の治世も明らかに人間の寿命より長い。なので世界史では、現在ではギルガメシュはあくまで神話上の人物として扱っている。神話と歴史の区別は難しいねー。これはどの国家でも同じことが言えるな。例えばローマはロムルスが建国したことになっているが、ロムルスは戦いの神マルスの子供ということになっている。
果たしてこれは歴史なのか神話なのか、その決着はこれからもつかないかもしれない。ギルガメシュはいたかもしれないし、いなかったかもしれないんだね。日本昔話によく出てくる桃太郎はいたと思うかい？それはさすがにおとぎ話だろう？桃太郎とは神武天皇のことだという説もある。誰もその実在を証明できなくても、誰もその実在を否定もできないんだよ。シュメール王名表の中には、明らかに実在した王の名も多い。そうなのかい？時代を遡るほど在位期間が数万とかの単位で長くなるが、新しい時代では数年から数十年になる。だんだんと実情に即した形になっていったんだ。建国神話はどこでも神秘的だ。神秘的なほどいい。そこには権威が生まれる。だが全くのデタラメだと人々は信じない。虚実と現実を少しずつ混ぜるわけか。問題はどこまでが虚実でどこまでが現実かわからない点だな。エジプトにも伝説的なメネス王の存在があるが、そちらも実在の人物とは世界史は認めていない。メネス王が実在していたかに関しては、現在でも激しい論争が繰り広げられているぐらいさ。つまりロマンだね。つまりロマンだな。ウルクだけではなく、ウルも発展した都市国家だった。ウルは紀元前3800年頃に建設されたと見られている。ちょうどオバイド文明が滅亡した頃かい？ウルが建設される前から、この土地には人々が住んでいたようで、何らかの理由で滅んだオバイド文明の跡地に、シュメール人は都市国家ウルを建設したようだな。この都市の守護神は、先ほども少し出てきた月の神ナンナで、ウルという名前も、ナンナの住まう土地、という意味だそうだ。月の都なんだね。中東と呼ばれる地域では、月が大きな意味を持つ。今でも中東の国の国旗には月が出てくるもんね。ウルは月の満ち欠けの周期を元にした太陰暦を、世界で最初に利用した国家だと考えられている。以降いわゆる中東地域では太陰暦が基本となり、現在多くの国が採用している、イスラム暦ことヒジュラ暦も太陰暦を採用しているんだ。シュメール人ってオリエント地域の基礎的な文明を築いた人たちだったんだね。くさび型文字、都市国家、神殿、神話、太陰暦に加え、60神法もシュメール人が使い出したという話だ。60神法？我々も普段使っているではないか。そうだっけ？60秒で1分、60分で1時間。そうか、時間の単位で使っているのか。高度な文明を背景にメソポタミアを支配していたシュメール人であったが、紀元前2300年頃に大変動が起こった。大変動とな？セム系民族の動きが活発になったんだ。中でもアッカド帝国の力は強大になっていた。強いのかい？とても強いのかい？アッカド人とシュメール人は、長い間共生関係にあったようだ。しかしいつの頃からか敵対するようになり、紀元前2300年頃には完全なる戦争状態になった。アッカド人に対してシュメール人は完全に劣勢であったようで、ウル、ウルク、ラガシュは次々とアッカド人によって占領されてしまう。あんなに発展していたのにねー。残念ながら、シュメール人がどのようにアッカド人に追い詰められていったかはわからない。アッカド人には独自の文字がなく、歴史を残すことに熱心ではなかったのだ。アッカド人は文字を使わなかったんだね。それがそうでもない。アッカド人はシュメール人が使っていたくさび型文字を流用しているんだ。そんなことができるのかい？違う言語なんだろう？その答えは我々日本人が一番よく知っているはずだ。我々は書き言葉として中国の文字であった漢字を流用し、今でも使っている。そういえばそうだね。途中からひらがなやカタカナが開発されたが、それまでは独自の文字はなく、そのまま漢字を使っていたと思われる。それと似たような漢字か。メソポタミアではこういったことがよく起こる。とはいえこの段階でシュメール人は完全に滅びたわけではなく、アッカドの衰退とともに、再びウルの地にてシュメール人国家が再興しているんだ。そうなのかい？シュメール人は復活したのかい？新たに復興したこの国のことを、歴史はウル第三王朝、と呼ぶ。この国で特筆すべきは、ウル南無法典、
の存在であろう。何かね、それは。現存する限り最古の法典で、あの、ハンムラビ法典に大きな影響を与えたと言われている。成文法もシュメール人が作ったのか。法律を形として残したのは、世界史全体でも大きな功績だと言える。何せ古代世界では為政者が法だと言わんばかりだったからな。法を、法文、にするのは大きな意味があるね。これによってウル第三王朝は、都市国家から領域国家へと発展したと言われている。ウルだけにとどまらなかったんだね。メソポタミア南方の諸都市を支配していたようだな。ウルの遺跡からは、この時代の行政資料が多数出土されるようで、その数は膨大な量になるという。法典の出現によって、さらに高度な文明国家となっていったんだね。建国者であるウル南武王は、運河の整備や大神殿の建設を進めたようで、現在でもその遺跡が残っているほどだ。背景の写真がそれだね。月の神ナンナを祀る神殿だそうだ。この巨大なジックラとは、旧約聖書のバベルの塔のモデルになったという説もある。人が神に近づきすぎて怒りを買う話だっけ？そう、そしてその罰として人々は言葉が通じなくなってしまうんだ。この話は、ノアの箱舟からアブラハムの登場までの間に出てくる話なので、時系列的に、ウル第三王朝で起きた話がモデルになっている可能性はあるだろうな。ここにもシュメールの影響が。一方で、紀元前7世紀にバビロンで建造された、エテメンアンキというジックラトがモデルだと考えている人もいるようだね。そうなのかい。実際のところはもう誰にもわからないだろうな。これだけ昔のこととなるとね。バベルの塔の由来がメソポタミアにあるのかはわからないが、この地域には多数の民族が押し寄せており、言葉が通じない状態が長かったものと思われる。ウル第三王朝において、ウルに関してはシュメール語が通じていただろうが、他の都市では他の民族が支配者だったようだ。そもそも言葉が通じないのか。また、都市国家から領域国家になったことで、大きなデメリットをも背負うことにもなった。デメリットとな？単純に防衛範囲が広がってしまったんだよ。都市国家のメリットは、その都市だけを守ればいいことにもある。しかし領域国家になってしまった以上、ウル第三王朝には、支配下の都市が襲撃を受けたら、それを助ける義務ができる。ウルだけを守ればいいというわけではなかったんだね。メソポタミアは外部からの侵攻を招きやすい土地だ。ウル第三王朝は急速に衰退し、建国から約100年ほどで滅んでしまった。ウルを直接滅ぼしたのは、ペルシア高原から来たエラム人であったという。いろいろな民族がいるんだね。エラム人は紀元前2400年頃からメソポタミアへの侵攻を重ねていたようで、ついには最後のシュメール人国家を滅ぼしてしまったのである。オーシュメール人を滅んでしまうとは、圧倒的とも言えるほどの文明力を誇ったシュメール人だが、ウル第三王朝の滅亡とともに、以降歴史の表舞台には出てこないようになる。まったくかい？まったくだな。シュメール語を話す者もいなくなったし、まるでシュメール人自体が消え去ってしまったかのようだ。あれだけ繁栄していたのにねー。ただ春の夜の夢のごとし。シュメール人がその後どうなったかを知る者はいない。他の民族に吸収されていったのか、それとも煙のように消えてしまったのか。民族っていうのは不思議だねー。シュメール人はいなくなったが、シュメール人が残した遺産は大きい。法典の編纂や六十神法、都市国家などは、この後オリエント世界から世界中に広がっていくことになる。シュメール人はまさに文明を始めた民族、と言って良い存在であろう。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。